おはようございます。のむチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は朝顔のプランター栽培についてお話ししたいと思います。今年も朝顔の季節がやってきました。日本の夏の代名詞ともいえるお花になります。小学生の頃に学校で育てた記憶が懐かしいと思います。大人になって何かを育ててみたいと思う方や、これから夏に向けて園芸をやってみたいと思う方にはぴったりな植物だと思います。育て方も簡単で、100均の鉢と200円のあんどん支柱があれば誰でも育てることができます。それではまず育て方についてお話したいと思います。種まきは5月中旬から下旬が適期になります。種が硬いので種に傷をつけて水を吸わせてからまくと発芽率は良くなります。1週間ぐらいで発芽します。本葉が2枚から3枚になったら定植時期になります。ホームセンターでは苗が売っているので、それを購入した方が早いと思います。仕立て方はあんどんかネット、フェンスなどに誘引するようにしてください。ここがポイントですが、4週間ほどで本葉8枚から10枚で摘心をし、脇芽を出させ、枝数を多くしてください。脇芽が多いほどお花がよく咲いてくれます。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。夏場は朝夕の2回土をチェックするようにしてください。真夏の日中は地温が上がってしまい根を傷めますので、水やりは控えるようにしてください。追肥は月に2回から3回液体肥料を与えるようにしてください。リン酸が多い化成肥料を与えるとよくお花が咲いてくれます。来年の種取りは種の入った実を取り、カラカラに乾くまで1ヶ月から2ヶ月乾燥し、茶色になったら茶封筒などに入れ保管するようにしてください。冷蔵庫の野菜室がベストなところになります。ちなみに昨年も動画として2023年7月3日付で定植動画をアップロードさせていただきましたので、よろしければご覧になってください。今回植える朝顔を用意します。3種類あります。こちらが紫色の藤結び、そしてこちらが青色の残月。間違って夕顔という朝顔を買ってしまいました。こちらは夕方に咲く朝顔なのか、ラベルを見ても分かりませんので、一応プランターに定植していきたいと思います。ちょうど本葉が5枚から6枚になってますので、定植時期になります。それでは定植します。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。100均で買った鉢になります。幅が25センチ、高さが20センチ。ドリルで穴を開けて、このように排水性を良くしてあります。そして培養土。市販されている元肥入りの培養土を使っていきます。そしてこちらが朝顔の苗になります、こちらが紫、青、そしてピンクのつもりで買ったんですけども、よく見ますと夕顔と書いてありますので、もしかしたら夕方に咲くのかもしれません。そしてこちらが100均で買いました200円のあんどんになります。高さが120センチあります。それでは定植していきます。まずプランターに培養土を入れます。3分の2ぐらいまで入れます。そして植えるポットが日本朝顔の藤結び、紫色をしてます。仮置きをしてみます。ウォータースペースを5センチぐらい取るようにしてください。そしてポットの土の高さとプランターの土の高さは同じになるようにしてください。ポットから抜いていきます。このように根が回ってちょうどいいですね。腐葉土と赤玉の小粒の混ざった用土になってます。真ん中に置きます。用土を足します。流します。落ち着かせるために一度灌水をします。はい、水が落ち着くのを待ちます。それでは支柱を立てていきます。
以上で藤娘の定食は完成しました。とても簡単ですね。もう一つやってみたいと思います。プランターに培養土を入れます。先ほどと同じように3分の2ぐらい入れます。仮置きをしてみます。はい、真ん中に置くようにしてください。それではポットから出していきたいと思います。はい、このような感じですね。用土を足します。はい、落ち着かせるために換水をします。はい、水が落ち着きましたので支柱を立てます。支柱はなるべく早く刺しておいた方がいいと思います。アサガオの根が張ってから支柱を立てますと、支柱でアサガオの根を切ってしまう場合がありますのでご注意ください。日本アサガオの残月の定食が完成いたしました。最後にもう一つピンク色のアサガオですが、ユウガオという種類を植えていきたいと思います。ユウガオはかなり茎が太いので大きくなりそうなアサガオだと思います。それでは定食します。培養土を3分の2ほど入れます。はい、こちら赤花のユウガオです。ポットから出します。はい、仮置きします。真ん中になるようにしてください。ウォータースペースは5センチ取ります。培養土を入れます。はい、移植はとても簡単ですね。育て方もとても簡単です。2週間に1回ぐらい液肥を与えながら、本葉8枚から10枚の時に摘心をしてください。出てきた脇枝にお花を咲かせるようにしてください。それでは換水をします。支柱を立てます。はい、このような感じです。以上でアサガオのプランターへの定食が完成いたしました。今回は3種類のアサガオを定食しました。まず最初が紫色の藤娘、そして次に青色の残月、そして最後に植えたのがピンク色のユウガオという種類になります。ホームセンターで苗を150円で売ってますので、鉢が100円、そして支柱が200円、500円以内でアサガオのプランターを作ることができると思います。それではアサガオの育て方のおさらいをしたいと思います。種まきは5月中旬から下旬が適期になります。種が硬いので種に傷をつけて水を吸わせるとよく発芽するようです。1週間ぐらいで発芽します。本葉が 2,3 枚になったら定食時期になります。数がそれほど必要としない方はホームセンターで苗が売っていますので、それを購入した方が早いと思います。仕立て方はあんどんかネット、フェンスなどに誘引するようにしてください。そしてここがポイントなんですけれども、4週間ほどで本葉8枚から10枚で摘心し、脇芽を出させるようにしてください。脇芽が多いほど花はよく咲きます。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。夏場は朝夕の2回土をチェックするようにしてください。真夏の日中は地温が上がってしまい根を傷めますので、水やりは控えるようにしてください。追肥は月に 2,3 回液体肥料を与えるようにしてください。少し根から離したところに緩効性肥料を置き肥としてもいいと思います。リン酸が多い化成肥料を与えるとよくお花を咲かせてくれます。来年用の種取りは種の入った実を取り、カラカラに乾くまで 1,2 ヶ月乾燥させ、茶色になったら茶封筒などに入れて保管するようにしてください。冷蔵庫の野菜室がベストな場所になります。
今回はとても育て方が簡単で初夏から秋口まで咲いてくれる朝顔についてお話しさせていただきました。種を取ることによって毎年お花を楽しまれている方も多いと思います。育てるコツですが、午前中日がよく当たり西日の当たらないところがベストだと思います。夏場は特に水を欲しがりますので水切れにご注意ください。今回は朝顔のプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。